こんなに上手にできるなんてちょっと感動しちゃった。このような感じで通していきます。これを交互に繰り返していくと三つ編みができていきます。これだってさ、同じアメールアメールで作ったやつでしょ。そう、すごっ。バンダイマニア、ガチョウマチョン、どうもガチョウスです。元気モニモニモニちゃんです。今日紹介するのはこちら、アメールアメールです。このアイテムはいろいろな素材で一年中編み物が楽しめるメイキングトイです。毛糸はもちろん、毛糸以外のものを使って簡単に編み物を楽しむことができます。え、すごいね。これ1個でいろんなもの作れるんでしょ。そうなんです。今回のこのアメールアメールのセット内容では、クマバッグやシュシュ、そしてヘアゴムなどが作れるんです。すごい、これだけで3つも。そう、今回は実際に作っていくんですが、詳しくね、作り方を紹介していくので、もうすでにアメールアメール持ってるよって人は私たちと一緒にこれを見ながらね、一緒に作っていただければと思います。それでは早速やっていこう。バンマニ、まずはセット内容を見ていきましょう。中身はこんな感じで、本体や編み物を作るための素材などがたくさん入っているので、このセット内容だけでいろんなものが作れるようになっています。それでは早速作っていきたいと思います。まずは黄色のふんわりシュシュを作っていきたいと思います。最初にこのシャトルの上下好きな方の溝にリボン素材の端をこんな感じで入れ込みます。そしたら反対側のこっちのくぼみにもリボン素材を通して、同じように上下のくぼみに巻いていきます。ではこれを8回から10回繰り返していきます。はい、巻き付け終わりました。この付属のリボンはちょうどいい長さになっているので、ハサミなどで切る必要はありません。ではこちらをここに置いておきます。そしたらこの2本のバーにヘアゴムを通します。ヘアゴムは3本使います。3本通して、片方のバーを A の溝、もう片方のバーを B の溝にセットしていきます。 A の溝がこっちで、 B の溝がこ、そしたら中央の3箇所の隣り合った溝にかけ直します。はい、こんな感じで3本こうやってかけます。そしたらさっき巻きつけたシャトルが登場します。リボンの端っこ、これを真ん中のゴムに結びつけていきます。結び方は端を真ん中のゴムの下から入れて、輪っかを作ったらこの端っこを下からこの輪っかの中に通します。で、ギュッと結びます。はい、結べました。そしたらシャトルを持って一番右のゴムを下からこうやってシャトルを通します。で、今真ん中のゴムの上にリボンが通ってる状態になっています。そしたらシャトルを一番左のゴムの中に通していきます。ゴムとゴムの間のところだね、そこに通して、これで1段目が完成しました。そしたら2段目に移っていきます。2段目もさっきやった工程と同じことをしますよ。シャトルを左からゴムの上、中、そして上で交互にくぐらせます。このコームを使ってゴムとゴムの間にコームの先端を刺して、こうやって下にリボンを寄せていきます。で、若干ちょっと形とかが崩れていたら整えてあげます。そしたら今の作業を繰り返していきます。また中、上、中で交互にシャトルを通して、もう一回上、中、上でシャトルを通す、これをたくさん繰り返していきます。バーとバーの間が編み終わったら、左手で手前側のバー、右手で奥のバーを持って手前にくるくるっと回していきます。そうするとこうやって新しく編めるようになるので、さらにさっきの工程をまた続けていきます。残りのゴム幅が2センチくらいになったら、このシャトルからリボンを外します。仕上げ針に付け替えていくんですが、仕上げ針の上のこの穴のところ、そこにリボンの端っこをこうやって通します。これで付け替えが完了。そしたらここのね、残ってるゴムが見えなくなるまで最後ラストスパート編んでいきます。そしたらこの最後までちゃんと編めたので、仕上げ針からリボンをつるっと外して、一番近くのヘアゴムに巻きつけていきます。左側が一番近いので、私はじゃあ左に結んでいこうかな。さっきと同じように輪っかを作って中に通して、
よし、結べました。そしたら余分なリボンはこのハサミで切っていきます。チョキ。そしたら本体からバーをゆっくりと外して、バーからシュシュを取ります。こういうね、ちょっとわかるかな、ちょっと飛び出ちゃってるようなところがあるから、そこはこうやって自分の手で簡単に修正できるので、形を整えて、はい、ふんわりシュシュの完成。すごい、初めて編み戻したんだけど、とっても簡単に作れました。早くつけたいな。こんなに上手にできるなんてちょっと感動しちゃった。では今作ったふんわりシュシュを可愛くアレンジしたいと思います。今作ったシュシュにチャームをつけていきます。まずはつけるチャームの形から選んでいきます。どれがいいかな。よし、この星型のチャームにします。そしたらチャームの形に合うシールを貼っていきます。ユニコーンのシールが、あ、かわいい、貼れました。そしたらとじ針のこの上の穴にタコ糸を通していきます。す、お、入った入った。こんな感じで通せました。そしたらシュシュを持ってきて、シュシュの下からとじ針を刺してスッと抜きます。タコ糸がシュシュに通ったら、とじ針からタコ糸を外します。チャーム裏側の穴にタコ糸を通します。タコ糸が通りました。そしたらまたとじ針の穴にタコ糸を通して、さっきは下からとじ針を刺したんですが、次は上からとじ針を刺して下に抜きます。シュシュの中からこんな感じでタコ糸が出てる状態になったら、チャームが取れないようにきつく固結びをしていきます。タコ糸が結べたらリボンを切らないように気をつけてタコ糸を切る。はい、可愛くアレンジしたモニちゃんのふんわりシュシュの完成。とっても可愛くできた。ということで、モニちゃんのふんわりシュシュが完成しました。実際にね、こうやって髪の毛につけてるんですが、うん、本当に可愛く簡単にできて超満足。え、可愛いユニコーンいるじゃん。そう、めっちゃいい。本当に編み物初心者の子でも簡単に作れるので、ぜひみんなもやってほしいっていうのと、失敗してももう一回元に戻せるから、何回もやり直せるから、うん、ぜひね、この動画を見て、もうすでにアメラメル持ってるよって子は、こう私と一緒にやってみたりとかね、うん、何回もちょっと挑戦してみてほしいなと思います。そうですね、ちょっとじゃあ次は僕も作ってみたいです。はい、はい、どうぞ作ってください。作ります。パパに。では続いて僕はモフモフヘアゴムを作っていきます。基本的な作り方はさっきモニちゃんが作ったふんわりシュシュと同じ作り方なので、今回ですね、こちらのモフモフヘアゴム用のモールヤン、こちらを使って作っていきます。はい、僕もこれ準備ができたので、早速ね、さっきモニちゃんがやってたように、こうですね、このような感じで通していきます。ひたすら作るぜ。よし、これで最後にここを結んであげれば、よし、これで編み終わったので、これを外す。で、ちょっと形を整えてあげて、はい、これでモフモフヘアゴムが完成しました。すごいいい感じにできました。そしたらね、次はアレンジでちょっとビーズをね、つけていきたいなと思います。はい、僕もここに星ビーズをつけてアレンジが完成しました。3つの色の星ビーズがすごい可愛い感じになりました。僕もですね、モフモフヘアゴムが完成しました。めっちゃ楽しかった。ねえ、とっても可愛くできたね。さっきさ、モニちゃんがシュシュで作り方を教えてくれたから、はい、それと同じようにやったら、うん、こんな可愛いヘアゴムができました、うん、ビーズもね、いっぱいつけてちょっとキラキラ感も出してます。ねえ、おしゃれだ。うん、バンマリクマバッグを作っていきます。このシャトルにシラのモールヤーを巻きつけていきます。またシャトルの上下好きな方の溝にこのモールヤンを入れ込んで、8回から10回こうやって巻きつけていきます。巻き終わったらこのモールヤンを20センチくらい残して切ります。そしたらシャトルの準備は OK。 この2本のバーに8本の平ゴムを通していきます。片方のバーを A の溝、もう片方のバーを C の溝にセットします。 C の溝に入れたバーを D の位置まで
ゆっくりとスライドさせて垂直に持ち上げる。そうするとこうやって固定されます。8本のゴムをねじれないように整えていきます。このバーの溝が8本あるので、そこに1本ずつゴムを調整していきます。シャトルに巻き付けたモールヤーンのこの端っこを右から1、2番目のこのゴムですねに結びつけていきます。シュシュ作った時みたいに2番目のゴムの下からモールヤーン通して輪っかを作ったら、下から輪っかにモールヤーンを通す。これで結べます。そしたらシャトルを手に持って一番右のゴムの中を通って、その左隣のゴムの上を通ります。そしたらまたその上を通ったら、次は中、そして上、そして中と交互に繰り返して、この8本のゴムに対して中上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 っていう感じになるようにします。そしたらこの2段目も中上中上を交互にやっていきます。で、2段目もできました。この調子で中上中上を繰り返してたくさん編んでいきます。ここまで順調に編めたんですが、こんな感じでね、途中でモールヤーンがなくなっちゃうことがあります。そしたらこのように新しいモールヤーンをシャトルに巻きつけます。シャトルに巻きつけたモールヤーンの端っこと、さっきまで編んでたモールヤーンの端っこ、ここを結びます。はい、こんな感じで結べました。そしたらまたね、ここから再開して編んでいきたいと思います。この結び目がね、表に出てきちゃう場合は、編み上がった後にこう裏側に押し込めば大丈夫なので、一旦ねこれはそのままで大丈夫です。じゃあやるぞー。よーし、じゃあ最後の一編み。じゃあ最後ですね、近くのゴムにモールヤーンの端を結んでいきます。そしたら余分なモールヤーンはハサミで切りますと。本体からバーをゆっくりと外していきます。そしたらバーを抜いて一周編めたので、クマバッグのベースの完成です。続いてクマちゃんの耳になるポンポン作りを始めます。このメジャーで5メートル測った毛糸を用意して、ポンポン用パーツに巻きつけていきます。ポンポン用パーツの手前側のここに毛糸を乗っけて親指で固定。そしたらこの中を通って手前側のここのパーツに一周巻きつけます。そしたら奥側のパーツに行って手前側に戻って、これを繰り返してこの5メートル分巻きつけていきます。すべて巻き終えたらタコ糸を用意して、毛糸束の中央をタコ糸で2周巻きつけてきつく縛ります。結び目を作っていくんですが、片方の糸にもう片方の糸を2回巻きつけます。1回、そしてもう1回、2回、このような状態にします。そしたらこの端と端のタコ糸をぐーっと引っ張ってギュッ、きつく結べたら、ちょっとタコ糸が余ってるので余分なタコ糸をチョキンと切ります。そしたら毛糸の束をパーツからスーッと取って、毛糸の束がここが輪っかになってるので、この輪っかの中にハサミの先端をぐーぐーっと入れてチョキンと切ります。よいしょ、輪っかを全部切っちゃいます。そしたら反対側も同じように輪っかの中にハサミの先端入れてチョキチョキ、ハサミで切ったら毛糸をこうやってほぐしていって丸い形にしていきます。余分な糸とかが出てるので、ここをハサミで整えていきます。はい、ポンポンが一つできました。クマちゃんの両耳にしたいので、もう一個作っていきます。ではここからはクマバッグの取っ手の部分を作っていきます。約50センチの毛糸を3本用意します。そしたらこの3本をまとめて手に持って、この端っこを固結びしていきます。固結びはこうやって指に巻きつけて、こう輪っかを作って、この輪っかに先端の部分を通します。はい、固結びができました。そしたら3本の毛糸を三つ編みをしていきます。三つ編みのやり方は、この真ん中の糸の上に右の糸を
乗っけて右の糸が真ん中になったら左の糸をこの真ん中の糸の上に乗っけます。そしたらこの真ん中の糸に右側の糸を上に乗せます。これを交互に繰り返していくと三つ編みができていきます。頑張って三つ編みしていきます。はい、三つ編みができました。そしたらこっちの端っこをまた片結びしていきます。各パーツができたので早速組み合わせていきたいと思います。まずはバッグの底を縫い合わせていきます。ベースを編んだ残りのモールヤンをとじ針にこのように通します。そしたら一番手前側のゴムをモールヤンをちょっとかき分けて見えるようにしたら隣のゴムとこの手前のゴムの間にとじ針を刺します。そしたらとじ針を引き抜いてきて右側のモールヤンが上に来るようにこう輪っかを作ります。輪っかが作れたらこの輪っかの中にとじ針を入れてキュッと結びます。結びつけられたらベースの口を閉じるように端と端を合わせて後ろからこのように端と端両方にとじ針が通るように突き刺します。で表にとじ針が出るように刺します。でこうやってゆっくり引き抜いていきます。そしたらまた再度裏から両方のゴムに通るようにとじ針を入れて表に引き抜く。でもう一回ちょっと離れたところで裏から2つに通るようにとじ針を刺して引き抜く。これを繰り返していきます。バッグの底が縫い合わせ終わりました。そしたら一番最初に結びつけた時と同じように輪っかを作ってそこにとじ針を通してギュッと結びつけます。そしたら余分なモールヤンを切ってこっちもで、そしたらこんな感じで結び目が表に出てしまっているのでぐるんと裏返します。このようにバッグの底が綺麗になりました。クモバッグの耳になるポンポンをつけていきます。まずこっちは口が開いてる方ですねの端っこに裏からこうやってとじ針を通してポンポンのこの糸タコ糸のところにとじ針をこうやって通して裏から通したので表からとじ針を刺してこの毛糸を結んでいきます。しっかり結べたら余分な毛糸をカット、こっちも切って反対側も同じようにやっていきます。この付属のフェルトシールを貼っていきます。もうすでに切ってあるのでそのまま貼っていきます。まずは鼻の周りの白い部分を貼っていきます。バッグの真ん中にペタッ、いい感じ。そしたら目と鼻のこの茶色いフェルトシールを貼ります。まずはお鼻、そしたら目を貼って最後に取っ手をポンポンが結びつけられているこのゴムに結んでいきます。反対側も同じようにやります。はい、クモバッグの完成、やったー。はい、クモバッグが完成しました。わー、すごい。はーい、今まではさ、こうゴムをさ、3本だったから、8本でこんなにね、幅の広いバッグができるなんて、マジで感動するよね。すごいね。これだってさ、同じアメールアメールで作ったやつでしょ。そう、すごっ。でもね、このポンポンもさ、作れるし、本当にいろんな編み物ができる。そうだね、なんか基本的な作り方は似ているけど、いろいろとこう応用することで、こういういろんな形のものが作れちゃうの。そう、ね、本当に素晴らしいわ。深さもあるからお気に入りのアクセサリーとかも入れられそうです。たくさん使いたくなっちゃうバッグが完成しました。バンダイマニア、ここまでアメールアメールのセット内容で作れる3つのアイテムを作ってきたんですが、材料がなくなったらチャーの材料を使って何度でも作ることができるんです。もう本当にずっと使えるアイテムじゃんこれ。そうなんです。ということで他にも市販の材料を使って可愛いアイテムをたくさん作っていきたいと思います。バンマニ、今日はアメールアメールを紹介しました。いや、こんなに簡単に編み物が作れて最高だった。だよね、
こう1年を通してずっと編み物ができるから、うん、いろいろなおしゃれアイテムが作れるアイテムになってるんです。そうですね、はい、編み物に挑戦したことない子でも簡単に作れるアイテムになってるので、うん、ぜひ皆さんも私たちが作ったこれらのアイテムを作って編み物に挑戦してみてください。アメーラーベールは現在発売中です。そして市販の材料を使って作れる作品の作り方動画も4つあるので一緒にチェックしてみてください。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。